静岡県立中央図書館。静岡県立中央図書館は、静岡市駿河区矢田にある公共図書館。静岡県が図書館法に基づき設置している。調べる考える、解決するをスローガンに、レファレンスを軸とした静岡県内127館の図書館のネットワークづくり、資料の永年保存、地域資料の情報収集などを行い、県内図書館の中核として、 市聴立図書館を支援している。静岡県立美術館に隣接し、近隣に静岡県立大学がある。2017年、平成29年4月から実施された、長寿命化改修の可能性調査により、2階閲覧出所部、1階書庫の天井部にひび割れが発見され、同年7月4日から臨時休館となっていたが、 同年8月1日から一部入館と資料閲覧を再開し、2018年、平成30年1月からは、事前予約資料の受け取りに関して、個人利用者への貸し出し業務を再開している。静岡県における近代的図書館の計画は、1886年、明治19年の第3代静岡県県令、関口隆吉による事故の同書を中心にした。 公開図書館、久能文庫であったが、関口の旧姓により実現しなかった。1907年、明治40年、柴田府門、松岡雄吉、三浦元里の尽力で、最初の公開通俗図書館、私立日野都羊図書館が随行時内に開設されたが、1910年、明治43年に、静岡市教育会が通俗図書館を開設すぎ、 伴い、蔵書を寄贈して、閉館となった。さらに、同年9月、静岡市場内に設立された静岡県、教育会付設図書館に合併されたが、同館は1924年、大正13年に、静岡県土地青い文庫設立により閉館し、蔵書はそのまま、青い文庫に引き継がれた。徳川家の記念事業として、静岡県知事、 関谷定三郎の相談を受けた渋沢栄一が圧戦を行って集めた寄付により、県立図書館の設立提案が、県会に議決される。設立費17万円で、1923年、大正12年12月寄九1924年、大正13年10月春工し、1925年、大正14年4月1日、静岡県立青い文庫として、 静岡市大手町249番地に開館した。開館記念公園は、関口隆吉の子、新村でによる、青い文庫の歴史的背景と、その将来。初代館長は、さ松修造、開館時の蔵書は、約2万2千冊、職員数は16名であった。春かきは午前8時から午後9時。 秋冬季は午前9時から午後9時と労働者の夜間の来館に配慮した開館時間を設定し、使用料3円を納付すると交付される図書、経で特許証により図書貸し出しを行った。青い文庫は館内閲覧、貸し出し、巡回文庫、講座を事業の4本柱として活動を開始し、公衆に図書を閲覧させることを使命としていた。九百三十年、 昭和5年には昭和天皇が青い文庫に行行したが、これは地方の公私立の図書館で初めてのことであった。1935年昭和8年の図書館例改正により、青い文庫が静岡県の中央図書館に指定される。これにより、県内の図書館を指導する権限が付与され、運営や蔵書整理、講習会の開催などで、 町村図書館の指導育成を行った。1937年、昭和12年日中戦争の勃発以来、図書と図書館の機能が国論の統一と国策の徹底に利用されることになった。1941年、昭和16年太平洋戦争に拡大すると、戦時体制が一層強化され、国民思想指導に基づく読書指導が図書館最大の任務となり、 青い文庫においても、戦時読書指導者協議会が行われる。展覧会や講演も、国体、次局、軍事に関するもののみ開催された。選局が悪化する1945年、昭和20年3月に、基調図書を市外7カ所に、疎開、6月には、空襲を受けて行動その他を消失したが、加藤忠夫官長、当時の消火活動などが功を奏し、諸子は、 無事だったため基本図書は守られた。1946年、昭和21年、疎開してあった基調図書を回収、活動を再開する。戦時中は規制されていた活字を求めて、毎日多くの人が来館したという。1948年、昭和23年には、占領軍総司令部民間情報局が、静岡 CIE 図書館、後に、 アメリカ文化センターと会商を設立したが、1953年、昭和28年、青い文庫に文館として閉地された。1956年、昭和31年には、図書館法に従って、静岡県立中央図書館青い文庫に名称変更している。1960年代になると老朽化が問題となり、図書館の移転新築の要望が起こり、 九百六十三年、昭和三十八年、県政の重点施策として、草薙地区に、図書館、美術館県博物館、体育館、音楽ホールを内包する大規模文化エリア、県文化センターの建設構想がまとめられる。九百六十年度、昭和四十年度には、県の広報課に、文化センター建設準備室を設置、教育委員会は新図書館研究委員会を設けて、 調査研究に入った。1961年、昭和41年8月には、企画調整部長の意見聴取に対し、同研究委員会による、成果物、新図書館の望ましい姿を、教育長名で、答え、翌1962年、昭和42年9月、見解の議決を得て、12月に着工する。名称変更と準備期間を経て、1970年、 昭和45年4月に静岡県立美術館に隣接する現在地に移転し、静岡県立中央図書館が開館した。初代館長は高林静夫。1994年、平成6年、電算システムを導入し、業務を開始する。以降、コンピュータ技術と情報メディアの革新的発展の中で、1998年、平成10年には、 静岡県年障害学習情報提供システム、マナビットのインターネット化、静岡県立中央図書館ウェブサイトの開設、さらに、2000年、平成12年に、デジタル青い文庫、2004年、平成16年には、静岡県横断検索システム、横断くんを構築するなど、新サービスの提供を行っている。しかし、かつては、年間20万人あった入館者数が、 1997年度、平成9年度には15万人まで落ち込んだ。当然貸出数も減少し、それに伴い資料費も減額される。当時の静岡県立図書館は、職員数、資料費、所蔵冊数等が、全国的に最下位に近く、県内の市長立図書館の格差もあり、貧しい図書館事情にあった。1998年、平成10年4月に、 鈴木義彦が館長として着任すると、利用率の低下と予算の減額の悪循環を断ち切るべく、開かれた図書館、信頼される図書館、成長し続ける図書館を三つの基本年に据えて、三年間にわたり、計画的、持続的な改革が行われた。具体的には、貸し出し冊数の増加や、貸し出し可能図書の範囲拡大、県外在住者への規制緩和、 開館時間延長など調査研究活動の支援から県民の学習活動の支援へサービスの重点を見直し利用者に見える形での実践を行った。こうした県立図書館側の変化は県民の心も動かし図書館協議会委員が立ち上げた県立図書館サポーターネットワークを中心とした減額の危機にあった予算の獲得のための署名活動が行れる。 署名は2ヶ月で1万数千名分が集まり、賛同団体29、賛同人124名によって要望書が知事に届けられた。それにより7000万円の予定だった資料費は2001年度、平成13年度には1億円にまで大幅増額が実現した。また、図書館協議会より要望のあった自動図書の購入が2001年。 平成13年4月から開始され、その後2004年、平成16年6月には、子ども図書研究室が開設された。外部機関との連携としては、2007年度、平成19年度に、中国石膏図書館と姉妹図書館関係を結び、研修員の受け入れや資料の交換を継続して行っているほか、静岡県立美術館、静岡県埋蔵文化財調査研究所、 現在の静岡県埋蔵文化財センター、静岡県立大学と4機関で始めた、無声音静岡と呼ぶ文化の情報発信の共同を行っている。2015年、平成27年、創立90周年を迎え、記念事業を実施した。同年6月2日、富士山に関する情報発信強化を目的とし、山梨県立図書館と、 富士山に関する資料の総合利用に関して3年間の連携協定を結んでいる。2016年平成28年11月16日、静岡図書館ともの会により老朽化が進む静岡県立中央図書館の新館建設と今後の図書館サービスについての期待を盛り込んだ静岡県立図書館の新館建設についての要望書が 静岡県教育庁に提出されている。2017年、平成29年4月から6月に行った、長寿命化改修の可能性等を検討する施設調査で、資料棟2階閲覧室の床、1階所庫の天井部に、積載荷重と劣化によるひび割れがあることが分かった。静岡県教育委員会は利用者の安全確保に万全を期すため、 同年7月4日から34ヶ月程度の臨時休館を決定、館内の所蔵資料を一旦移動させ、主因となった過重超過の状態を解消した上で、再度詳しい調査を行い対策を検討するとした。開館以来、前例のない全職員による大幅な増書移動が行われる中、同年9月25日の静岡県議会代表質問において、 川勝平太静岡県知事が JR 東静岡駅南側に計画中の文化力の拠点に全面移転すると答弁した。これを受け、新館基本構想策定に向けた各種協議や会議を行っていたが、2018年平成30年3月19日の静岡県教育委員会定例会で新図書館の基本構想案が承認された。青い文庫。 国能文庫、上村淳太郎収集浮世絵コレクションの資料はすべて、電子化が完了しており、公式ウェブサイト上のデジタルライブラリー、富士の国アーカイブで公開されている。閲覧だけでなく、PDF ファイルのダウンロードも可能となっている。江戸幕府が崩壊し、ファ藩に違法となった徳川氏やその家臣たちは、幕府の公的機関が所有していた、膨大な貴重資料を集めた。 教育施設、静岡学問所を設立した。この学問所は、学進関係者のみならず、希望者は誰でも、就学可能であり、海外から教師を招聘するなど、先進的な教育を行っていた。学生の発布などの影響で学問所が閉鎖した後、駿府学校、静岡学校、静岡県市範学校を経て、その蔵書が引き継がれる形で、 静岡県立青い文庫を設立した。徳川家記念事業として設立されたことにより、同家の家門にちなんで命名されている。1969年、昭和44年、静岡県立図書館が静岡市矢田に移転すると、館名から青い文庫の名は除かれたが、蔵書は特殊コレクションとして引き継がれた。多くの異なる所有元から引き継がれ、収集されているため、 コレクション全体を俯瞰することにより、江戸幕府が当時西洋の学問や最新技術の研究を行っていたことや、明治初頭の近代教育の様子などが伺える。和漢書は1261冊、昌平坂学問書、函館語役所、諸実調べ書などに由来し、代表的なものに、御用税天皇が印刷させた、論語、百科辞典、厚生新編、江戸地の地図などがある。 要書は2325冊、版書調べ書、要書調べ書、改正書、外国型などからのもので、内容は、法律、経済、政治学から、地図、歴史、物理、数学、反射炉の製図まで多岐にわたる。また、ピカードの英覧辞書、日本初のドイツ語辞書、パンドイツ単語編など、外国語の辞書も多く、平日や戦日、 軍事関係の技術書も多く収蔵している。和漢書、洋書合わせて3,586冊からなるコレクションである。2014年、平成26年、映画、疎開した40万冊の図書、2013年公開、金高健治監督の上映が契機となり、元静岡県立中央図書館職員の田中、文雄が、青い文庫蔵書の戦時中の疎開先の調査を、 行った。その結果、行政資料の中に、戦時中の文庫長、加藤忠夫による、昭和20年度事務室日記が発見され、国民学校4校と民家2軒に蔵書が運搬されたことが判明した。同調査では、空襲により、蔵書を消失した市民の署名や母印がある、免除届も発見され、約1500冊が貸し出し先で消失されたことがわかっている。田中は、 2015年、平成27年10月に、創立90周年記念事業、青井れ区基調書講座にて、その調査研究の成果を発表している。第3代静岡県県令、関口隆吉が図書館設置を目指して収集した、図書、文書、記録類835部2454冊から、なる。隆吉が事故により急成した後、 久能三等将軍に保管されていたが、1924年、大正13年、竜吉の長男、関口宗吉により、県立図書館に寄贈され、久能文庫と名付けられた。以降、関口家から1929年、昭和4年、1981年、昭和56年、1984年、昭和59年と、3回にわたり、寄贈があった。 関口は、欧米諸国を例にして、過去の古い資料が学問において尊重されていることを重視し、1886年、明治19年当時の静岡県にとってありな、情報資源となる歴史、地理、統計、法律など諸分野の資料を、網羅的に収集することを目的に掲げ、構想した。図書は、徳川市関係のものや、軍事、外交、 農業をテーマとしたものが中心で、三条、耳、大久保利道、伊藤博文、勝海舟、山岡鉄舟らの書簡文書も含まれる。上村五郎、上村淳太郎が集めた江戸時代から明治までの浮世絵、西木絵などの版画類、略語、100枚のコレクション。静岡県ゆかりのジャーナリスト、草柳泰蔵の蔵書7148冊の蔵書を集めたコーナー。 2003年、平成15年3月に、妻の草柳紀から県に寄贈された。蔵書は、社会科学、人文科学の分野が中心。草柳が、著書の実録満鉄調査部を執筆する際に参考にしたという、満州特本などの記帳書もある。理由は、館内閲覧のみ。静岡県は、中国石工省と友好提携を結んでおり、 1998年、平成10年以来、同省から書籍の寄贈があった。2007年、平成19年に有効提携25周年を記念する交流事業の一環で新たに寄贈を受けと、静岡県立中央図書館で閲覧するために廃下された。また、9月18日から半年間、石膏図書館の職員を海外技術研修院として受け入れた。 同年10月26日に、石膏図書館で、静岡県立中央図書館と石膏図書館に関する、姉妹図書館締結の移行書を、さらに2009年、平成21年2月24日、静岡県立中央図書館で、静岡県立中央図書館と、高図書館との有効提携書を締結し、資料の交換を行い、静岡県立中央図書館では、石膏書を文庫、 石膏図書館では、静岡文庫として、廃化し、展示なども行うとした。以後も継続して、図書交換が行われている。有効提携35周年を迎えた2017年、平成29年には、5月25日から2ヶ月に、渡り記念展示を行った。2003年、平成15年7月2日にレファレンスコーナーの一部を、使い解説。2004年、 平成16年にはビジネスサービス委員会、静岡県ビジネス支援図書館連絡協議会が設置され、静岡県中部地区双方推進協議会の双方、静岡の協力のもと、前後回の連続講座、図書館活用、ビジネスセミナーを行った平成19年度まで実施。同年11月には静岡県ビジネス支援図書館連絡協議会による提言書、 静岡県における図書館のビジネス支援政策についてをまとめ、静岡県教育庁に提出する。2006年、平成18年3月の図書館のビジネス支援はじめの一歩発行をもって、協議会は解散している。コーナーは健康医療情報コーナーに隣接し、企業情報、会社誌、白書をはじめ、実スハンドブックや業界情報、統計に関する資料を揃えている。 2011年、平成23年7月9日に開設。テーマに沿った特集展示や関連書籍を揃えるほか、健康、医療情報に関する新聞記事の切り抜きや、患者会の資料やパンフレットも配置している。静岡県看護協会と連携し、健康相談会、町の保健室も館内で開催している。2004年。 平成16年6月18日開出。県内の子供の読書活動推進や、子供と本とを結ぶ活動に関わる人々の研究を支援し、コミック、ゲーム攻略本、学習参考書を除く、児童図書の全点購入、参考図書の収集、保存を行っている。これは2001年平成13年12月の 子どもの読書活動の推進に関する法律の施行と2002年平成14年の子ども読書活動の推進に関する基本的な計画についての通知を受けて公表された静岡県子ども読書活動推進計画平成16年1月に基づくものである2012年平成24年にリニューアル後は子ども図書研究室の一部の副本資料 1> 約一万冊について個人への貸し出しも行っている。静岡県立中央図書館が所蔵する特殊コレクション、地域資料、県内の市町村立図書館所蔵の一部のデジタル画像を検索し、閲覧することができるデジタルライブラリーである。静岡市、富士市、袋井市、岩田市の4市の図書館が参加することにより、それまでのデジタルライブラリーから名称を変更しリニューアルした。 公開されている資料数は597点、2016年3月現在、今後参加間を拡大していく予定となっている。静岡県図書館協会、静岡県読書推進運動協議会と共催して、毎年開催している。四半世紀にわたり、日本一の参加者数で、2006年、平成20年2000人を超え、以後も参加者数を維持しており、2014年、 平成26年12月8日に開催された第22回大会には1023人の参加があった。県立中央図書館で利用登録して直接借りた資料は県内の公立図書館で返却することができる静岡市立図書館は除く。ただし、例外的に静岡市立貫原図書館には返却できる。県立図書館で借りた本を 地元の図書館で返却したいという要望に応え、1999年、平成11年5月から開始した。静岡県立中央図書館の蔵書をインターネットで予約し、県内の一部の市町立図書館等で受け取ることができるサービス。県民に対する直接サービスであり、従来の相互貸借サービスとは異なる。2015年度。 平成27年度からサービスを開始し、2016年度、平成28年度に新たに、受け取り可能感が増えた。貸し出しカードと連絡用のメールアドレスが必要。なお、貸し出しカードの登録申し込みは郵送でも、受け付けている。草薙駅からは傾斜のある上り坂である。1999年、平成11年3月、静岡県。 コンベンションアーツセンター、グランシップ内に、グランシップ情報ラウンジ、県立図書館コーナーとして開設され、芸術関係の雑誌閲覧や、ビデオテープの貸し出しを実施していた。その後、名称を、グランシップ県立図書館コーナーとし、2006年、平成18年からは絵本のみを配置、絵本の広場という愛称でリニューアルした。約5000冊の絵本の閲覧と貸し出しができる。 静岡県史、静岡県史研究、漫画静岡県史、静岡県史料、県内各市町村史など、約7000点の図書、雑誌資料を閲覧できる。また、明治以降県内で発行された新聞のうち、十新静岡新聞、箱右日報、静岡大、ストム新聞、静岡民有新聞、静岡新報などの複製写真も閲覧できる。 検視編さの際に使用した資料、写真は、検視編さ資料管理システムで検索することができる。特別整理期間中も、歴史文化情報センターは、通常通り開館。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。